吉田軍山城跡の円形。合戦時は、まだ小規模な球場であった。吉田軍山城の戦いは、天文9年から天文10年まで、秋国吉田の吉田軍山城周辺で行われた、大内氏に従属していた毛利氏当主、毛利元成と、天子戦級との戦い。実際は、場外での戦闘が主で、いわゆる牢城戦ではなかったため、氷山合戦とも呼ばれる。 秋国の吉田を治める国人領主であった毛利氏は、洲王の大内氏に長年服属していたが、出雲の天子氏が勢力を拡大して、秋に浸調してくると、二大勢力の狭間で巧みな外交を続けていた。大英四年の佐藤銀山城の戦いでは、天子方として戦った毛利氏であったが、かつて元なりの家督継承問題に、天子ズ久が介入してきたことなどから、 天子氏に対する不信は少なくなく、翌5年には、大内氏のもとに帰参した。とはいえ、勢力維持のために、大内、天子の間での絶妙なバランスを保ち続けており、協力3年に発生した天子氏の内紛の影響で一時的に、天子氏と大内氏の間には僕が成立すると、元なりも協力4年7月に、天子選球と義兄弟のちぎりを結んでいた。しかし、 天文6年に甘子恵久が隠居し、天子氏の家督を千挙が継ぐと、元成は長男の昭友太郎を人質として山口に差し出し、大内氏の参加に加わっている立場を明確にした。天子氏からの離反を明確にした元成に対して起こる千挙は、天文8年11月にガスさんとダジョーに家臣を集めて、表情を開き、毛利氏討伐を決めたとされる。 常久の弟である、天子久行は、ビンゴ、岩見両国が、まだ征服されておらず、不覚的地に入るのは危険で、両国の国人領主たちから人質を取ってから、実行するべきと慎重論を述べたが、決起盛んな選球は、臆病、野衆と下げすんだとされる。隠居していたために表情には参加していなかった、常久も、久行と同じように慎重さを求めたが、 選球は聞く耳を持たなかった。こうして、毛利打倒を掲げた、天子軍の秋進行が行われることとなった。上記のように、これまでの吉田軍山城の戦いは、毛利征抜を目的とした、天子軍の進行として描かれてきたが、現在では、天子氏の狙いは、頭崎城などだったと考えられている。秋高屋保にある、頭崎城には、甘子方の平川置貞が入っており、 秋東西以上を拠点としていた大内に対する最前線であった。だが、当時の大内軍主力は九州北部で小西と戦っており、一方の天腰も備中国、三正国方面に兵を送っていた。そのため、頭崎白攻めは、大内家臣の広中隆司法と、大内法秋国人の毛利元なり、平賀広司法。 竹原小早川氏の小早川京景らを中心に行われた。戦いは天文5年頃より始まるが、当初は天子方が優勢であった。苦戦を強いられた大内軍は天文7年には広中高志法に代わって杉高則を最上に入れ、さらには内藤高志寺も頭先白攻めに加えて対抗した。天文九年一月、ついに大内氏当主。 大内義孝が動いた。義高が、巣を豊富に陣を構えて、秋での戦いを指揮すると、4月には、沼田小早川氏が、大内方に願える。そして6月には、9日に、秋武田氏の当首武田光一が急死し、16日の戦いで、平川北勢が、毛利元なり、平川広志保の軍勢に敗れるなど、 頭先上どころか、秋武田氏の佐藤銀山城までも窮地に追い込まれた。講話の後目として、若狭武田氏から、武田真実を養子に迎えたが、家中の内紛を抑えることができずに、佐藤銀山城から逃亡。天子氏へ、毛利討伐を要請した。従来の説によれば、天文九年六月下旬に、新宮島の天子久行、天子国久。 天子正久らが率いる三千機が、偵察を兼ねて、ビンゴロから秋吉田への侵入を図ったとされる。軍勢は、ガスさんと打ジから出陣し、出雲赤名からビンゴ三次を経て、天子方の三好隆信の居城、ビンゴ八万山城に進出した。ここより、毛利血縁である宍戸市の宿屋城、五流城を落とし、吉田軍山城の背後に迫る予定であった。しかし、 宍戸氏は、宍戸元元元や宍戸高江、深瀬高金らが、犬飼平や岩見堂の渡しで決死の防戦を行い、天子軍は江の川すら渡ることができず、この方面での進行を諦めて撤退した。天文九年八月十日、天子戦九は、出雲、岩見、宝木、稲葉、備前、備中、備後、三正秋の兵三万を率いて、合算と打城を出陣した。 今回は、岩見路を通り、赤名から口葉、川根、川江を経由し、9月4日には、吉田軍山城の北西4キロメートルに位置する風、越山に本人を敷き、湯原州綱三千善を、左翼、高尾久友、黒、正久清、吉川沖常を右翼に配置、側部、背部にも、守備兵を置いて、警戒を、厳にした。これに対しては、 一族老党を引き連れて、吉田軍山城に牢城。城には、精鋭2400人と、農民、商人、職人を加えて、合計8000人程度が入り、天腰の攻撃に備えた。さらに、吉田軍山城には、宍戸高江と天野協定が入城し、宍戸元元元と福原博都氏も、それぞれ五流城と鈴尾城で牢城。 頭先白攻めを行っていた、大内家臣の杉隆師匠も、小早川京景らを率いて、榊に駐留して急に備えるなど、吉田軍山城の支援体制を整えた。9月5日、天子軍の一部が、郡山南西にある吉田上村の民家に放火したが、毛利軍は応戦しなかった。翌6日、早朝の霧に紛れた。 天子軍4500が吉田太郎丸の町屋敷に放火し、そのまま吉田軍山城に攻撃を仕掛けようとした。しかし、毛利軍の激しい抵抗にあって、数十名が打ち取られ、攻撃は失敗する。9月12日、天子軍は軍勢を数部隊に分け、再び城下に進出して放火。これに対して、毛利法は渡辺通りや井上元影などが出陣した。 元成は、最初に立ち日川を渡って突進させた足軽三十人程度を、すぐに退却させ、天子勢に配送兵を負わせて誘引したところで、倉分けに潜ませた副兵で襲うよう指示を出していた。元成の罠に陥った天子方は、高橋元綱や本城、滋賀の守るらを含む、数十名が討ち死にする。この戦いは、城の南西にある大田口付近で行われたが、同じ日には、 城の南側正面にあたる高尾さむや祇園の縄手でも激戦が繰り広げられている。いずれも天子軍は撃退されており、風、越山の天子本人に撤退している。天子本人が移動した小降山、天子人所跡の遠景、9月23日、天子軍は本人を小降山に進出させ、湯原無熱湯これ胸らは、青山、高尾久とも、黒。 正サヒ吉キヨシ、ヨは、三井口に陣取った。軍機物などでは、氷山の背後にある鉱山に、アマが陣取ることを避けるため、患者を使って、城の南側に移るよう工作したことになっている。いずれにせよ、元成は、この木を逃さずに、手薄となった風、腰山の陣を吸収し、焼き払わせた。池のう古戦場跡の延慶、9月26日。 天子軍の湯原宗綱つなは千五百の兵を率いて、南方の坂、豊島方面に進出し、毛利法の御詰めとして駐留していた、小早川京慶の陣を攻撃した。しかし、小早川勢は、大内軍先方、杉高志勢と共に反撃。吉田軍山城からも、阿波や元吉が出撃して、湯原勢を攻撃した。池の内方面まで及んだ戦いで、 総綱勢は壊滅。日の沈む頃には深田に馬を乗り入れて、身体に急した。総綱も打ち死にしている。湯原無熱な終焉の地10月11日、天子正久らは、新宮島など1万を動員し、城下に火を放ちながら、徐々に吉田軍山城に迫ろうとした。これを察知した、毛利元成は、積極的な構成を加える指示を下す。家臣は、 兵数の不利を訴えたが、元成は、不意打ちなら必ず勝てると唱えて、軍勢を三手に分けた。第一軍は、渡辺通り、国志元将、小玉治向に、兵五百を預けて、城の西方である大通院国から出た先で、不可兵とした。第二軍は、桂元住、阿波谷元真などが率いる二百人で、こちらも、副兵として、青山に近い場所まで、 密かに難心させた。そして第三軍専用は、元成自身が率いて正面から、天子軍を引き付ける役割であった。元成率いる本隊は、赤川元康の手勢四百両先方に、天子軍の三沢溜雪、亀井秀綱、米原綱広らと激戦を展開した。そして、数国に及ぶ戦いで両軍の疲労が色濃くなった頃を見て、副兵の渡辺、国司 小玉勢が左翼から桂、阿波ア勢が右翼から突撃したため、天子軍は大混乱となって改装。毛利軍の追撃は、青山の麓にある天子本陣の外作を破壊して内部に侵入するまでに至った。青山土取場の戦いと呼ばれる、この戦いにより、天子軍は、三沢溜行ら500人が討ち死にする大きな被害を受けた。 11月9日、天子氏の支援によって、佐藤銀山城に戻っていた武田真実が、毛利軍の背後を突こうとするが、半屋坂にて国史元総勢によって撃退される。その後も、随所で毛利軍と天子軍の小競り合いはあったものの、戦況に影響を与えるような合戦は、発生しなかった。一方、元成より救援を求められていた大内義高であったが、 救援軍を出陣させたのは11月26日と言われている。しかし、実際には前述の通り、頭先白前目のためすでに豊富に出陣しており、天子軍の進行に対して、杉高師匠を早々に、毛利へのご詰めとしている。また、吉高自身も岩国に本人を移し、大内軍主力を率いる唐高草は9月4日に、厳島神社にて、 戦勝祈願を行った後、翌日には、秋海田に上陸した。高草は、まず、杉高師匠が抜けた頭先白攻めの陣営に加わり、その後に、内藤沖守らと共に一万の軍勢を率いて、吉田軍山城救援に向かった。これに対して、武田真実、牛尾美幸清以下三千余りが当軍を迎え撃ち、大内軍遠兵の合流を遅延させている。 12月3日、吉田軍山城の東側にある山田中山に到着。両軍を見下ろせる住吉山に登り、旗印を立てて、神代孔を打ち鳴らし、牢上する毛利の将兵を鼓舞したとされる。元成は、当高房に謝意を述べて丁重にもてなし、年明けを待って、天子軍に総攻撃をかけることで一致した。12月11日、獅子土勢を含めた毛利軍は、 吉田軍山城の西に位置する宮崎町尾にある天子方の陣を襲撃。毛利軍は年を越した天文10年1月3日にもあいあい口の天子軍を襲い参戦した小早川京経勢から20名ほどの負傷者を出しつつも天子兵十数名を打ち取った。6日にも再び天子軍の陣地に迫って火を放つなどしている。1月11日大内軍は 山田中山の陣を撤去して、吉田軍山城から西に尾根伝帯である天神山に本陣を移し、昇降山の天子陣営の真正面に退治した。天子軍は大内軍を牽制しようとしたが、大内軍の陣害は阻止できなかった。翌日、元成は天神山の大内本陣へ、小玉成忠を使者として使わし、宮崎町尾二陣取る、高尾久友、も、黒。 正サヒ吉キ川を狐に対して、総攻撃をかける計画を伝える。そして、毛利軍の動きに対抗して、天子軍主力が、吉田ダ軍山城に攻め寄せる恐れがあったため、天子本体を、大内軍で牽制してほしいと高房に要請。これに対して高房は、末富島守を、吉田ダ軍山城に派遣して、了承の旨を伝えた。 島守は、元成と軍議をした後に帰陣している。天子勢は1月13日夜、雪の中を退却し、途中追撃に遭ったが春久は、津賀の私で本体をまとめて帰国した。撤退した要因は、久行を始めた数の戦死者が出たにもかかわらず、氷山城攻略がはかどらないまま陶器を迎えて、行気消沈し、大内義隆との対決に賞賛を失ったためである。 また、撤退を急いだのは、味方の国人漁師たちの離反を恐れたからであり、そうなると、兵糧の通路が断たれるだけでなく、本体の機関が困難になるからである。ありがとうございます。